アートを朗読は、アートに関するテーマを優しくゆるーくさらりと解説しています。今回は、19世紀末から20世紀にかけて活躍した、フランス人がカノ・アンドレ・ドランについてお話ししていきます。ドランは、野獣派、コービスムの創始者の一人であり、立体主義、キュディスムの初期段階にも貢献しました。様々なスタイルで美しさを追求し、 モダンアートの創造と発展に大きな役割を果たしました。それではまず、ドランの重要な作品。5点を見ていきます。その1、国会議事堂、1905年。この作品は、新印象派のスタイルで、ロンドン、テムズ川の風景を描いたものであり、初期の転換期を象徴する、最も人気のあるものの一つです。ドランは、画商 アンブローズ・ボラールの妖精でロンドンに向かい、都市を題材にした作品30点を制作します。色を並べ、明るく鮮やかな四角を生み出す、分割主義、ディビジョニズムの実験を行い、似た形で絵の具をつくたらし、キャンバス上で均等に塗っています。構図は、川岸を境に上下に分かれ、上段は、太陽を中心にした斜め方向の筆致。 建物の高さを表す縦方向であり、下段の水面と船は横方向で描かれています。印象派を彷彿とさせる大胆な色使いが随所に見られ、空に描かれたストロークが水面に移り、全体の調和を生み出しました。ロンドンでの経験は、後に大きな動きへと繋がっていきます。その2、曲がりくねった道、レスタック、1905年。これは、印象派がか、 ポール・セザンヌに習い、南仏、マルセイユの漁村、レスタックで描かれた作品です。ドランは、1905年、アンリ・マティスラと共に、新しい表現スタイル、コービスムを考案します。明るい強烈な色彩で、開放的な雰囲気を表現し、捕食、色彩館の反対側に位置する二色を並べ、光と影を捉えようとしました。ロンドンの風景画での分割主義は採用せず、 代わりに、隣り合う色彩が影響し合い、ボリュームと奥行きの感覚を生み出しています。ポール・ゴーギャンの、ポンタバンシリーズの影響が感じられ、風景や人物は単純化され、抽象的な印象になり、全体の装飾性が強調されました。この作品は、フォービスムの最初の一例であり、カンディンスキーなど、表現主義作品の先駆けとなりました。その3、ショールの女、 1908年この作品はフォービスムと日本美術との関わりと影響の大きさを示しています。当時多くの日本製品が流入し日本のファッションを取り入れることが流行しました。モデルは浴衣を羽織り右手に扇子を持ち日本風を演出しています。日本の木版画は新しい描き方を模索していた芸術家たちにとって大きな関心事でした。その影響は 背景の大部分を占める色彩に見られ、緑と赤の補色の組み合わせ、鍋でて配置し、奥行きのある錯覚を生み出しています。モデルの女性は、マティスの妻、アメリーであり、ポーズは控えめで、顔立ちは優しく描かれ、夫債への敬意が感じられます。その4、海水浴客、1908年。これは、自然の中で水浴びをする、ラフ像を取り上げた作品です。 セザンヌ作、海水浴人。1898年の三角形を意識した構図であり、伝統的な遠近法の代わりに、複数の視点と消失点を描きました。女性たちの身体は、幾何学的な分解の後、復元され、それぞれ配置され、キュリズムの実験を示唆しています。顔は、アフリカ彫刻への関心を示すような原始的な特徴があり、ピカソ作、 アビニョンの娘たたちを意識したと考えられます。キュビズム的な色使いであり暖色系の黄土色ベージュ茶色を配置しボリュームのある錯覚を生み出しましたセザンヌの構図とプリミティブイズムの質感を融合させたこの作品からドランがキュビズムをどの程度受容したかがわかりますその後リンゴを切る少女38年これはほうの作品を代表するものであり 生物画に描かれた人物の主題は、美術史の中でも古典的なものです。デッサンと形を重視した新固定主義と多くの共通点があり、ルネサンス絵画に見られる、写実的かつ人間中心主義的な表現や、明暗法を使い人物を描写しています。フォービスム、キュリズムのような色彩や人体の分裂はなく、初期作品との大きな相違がありますが、いつの時代でも、 ドラン自身の芸術性を極めようとする努力によって成し遂げられたスタイルです。この派生は第二次世界大戦中、ナチスドイツの政治思想に合致した芸術として注目を集め、都合よく解釈されてしまいます。この試みがドランの最終的な評価に役立ったかどうかは見解が大きく分かれています。次にドランの生涯、作品が生まれた背景、功績をたどってきます。 第一章、追い立ち、ドラン、本名、アンドレ・ドランは、1880年、パリ郊外、イブリーヌ県の町、シャトゥーの、裕福な家庭に生まれました。菓子職人の父、ルイは、市議会議員でもあり、母、クレマンティーヌの間に生まれた兄弟のうち、成長できたのは、兄、ルネルとドランの二人だけでした。ドランは、地元、 ルベジネのサンクロワで伝統的な教育を受けた後、15歳の時、シャクタル高校に入学します。絵を描き始め、すぐに才能を発揮し、優秀賞を受賞する一方、他の教科に興味を持てず、従軍よりも辛かった、との字に語っています。第2章、絵画教育、卒業後、フランス初の鉱山学校、パリ国立鉱山学校、エコールでマインドパリに進み、 エンジニアを目指しますが挫折します。画家になろうと、98年、18歳の時、象徴主義の画家、ウジェーヌ・カリエールが主催する美術学校、カリエール・アカデミーに入学し、2年間学びます。同僧の、モーリス・ド・ブラ・マンクと偶然出会い、また、ルーグル美術館で模写をしていた際、11歳年上のマティスと知り合いになります。3人で一緒に絵を描き、 お互いの芸術的発展に貢献しました。ブラマンクとは、スタジオを共に借り、モデルを共有するなど、生涯の友となります。ルーブル美術館で、ドメニコ・ギルランダイオの十字架を背負う者、を模写していたとき、係員とトラブルを起こすなど、当時のドランは、反抗的な気質でした。1901年、21歳の時兵役に召集され、4年間、 主な活動は中断しました。第3章、コービズム。兵役についている間にも、フィンセント・ファン・ゴッホの作品に触れ、1903年の第1回サロン・ド・トンヌでは、ポール・セザンヌに影響を受けました。ゾラ、ニーチェの著作から美的思考を養い、ブラマンクとは連絡を取り合い、芸術論を交わしました。兵役を終え、アカデミー・ジュリアンで短期間学んだ後、ドランは、 1905年の夏を、ステイン国境に近い、地中海の町、コリユールで、マティスらと共に過ごし、制作に没頭します。その年の秋、ドランは、マティス、ブラマンク、アンリ・マンガン、アルベール・マルケと共に、サロンド・トンヌに出品し、展示室、7番は大きな反響を呼びます。そこには、9人の絵画作品とは別に、中央に、彫刻家、 アルベール・マルケ作の子供の胸像が展示されました。技術評論家、ルイ・ボーセルは、その胸像を、イタリアの彫刻家、ドナテッドの作品になぞらえ、胸像の率直さは、野獣、コーブスの中のドナテッドです。と論評しました。野獣の折、と読んだ作品のエネルギーに、ショックを受けた印象を表し、子供っぽいと嘲笑する意味もありましたが、コービスムが誕生した瞬間でした。 トランは展示作品9点のうち4点を売り上げ、画商アンブローズ・ボラールと販売契約を結び、キャリアを継続することができました。第4章キュディスム。1906年26歳の時、トランは出張先ロンドンの国立美術館や黒人博物館で見たアフリカの仮面の荒々しい表現に強いインスピレーションを得ていました。帰国後、 モンマルトルのルバトーラ語はある・ゴワール通称選択戦に移り住み一歳年下のパブロ・ピカソと交友しキュディスムの幾何学的な表現にも興味を持ち始めますしかしキュディスムへの探求は短期間で終わり当初称賛していたビジョンを否定し始めますセザンヌは私を悩ませる完璧を目指す彼の努力は人間の自由な思考とは相容れないと書き残しています そして1911年頃からオールドマスターと呼ばれる1800年以前の研究に励み、金欲的な色使い、ロマネスク、ビザンチン、キュリズムなどを混合させたドランのゴシック様式と呼ばれる作品を制作しました。この頃、後に結婚するアリスと知り合っています。当時、彼女はキュリズム誕生に理論的貢献をした数学者、モーリス・プリーセの妻であり、 かつては、ピカソのモデルの一人であり、愛人でした。ドランは、アリスをピカソから紹介され、アリスは夫と離婚し、ドランはアリスと生涯一度きりの結婚をします。第5章、戦争、そして飛躍。14年、第一次世界大戦が勃発し、34歳のドランは再び動員され、砲兵隊として19、1919年まで兵役に就きました。この間も、 可能な限り制作を続け、シュルレアリスムの共同創始者、アンドレブルトンの著書、モンド・ピエテの挿絵も手がけています。戦後、フランスは愛国心を高揚させるため、芸術の伝統復興を唱え、人々は悲惨な戦火の反動として、人間性の回復を願いました。秩序への回帰、と呼ばれた変化の中で、前衛芸術家たちも、風景や伝統的な人物像、 女性ヌードなどを描くようになります。ドランのスタイルもフォービスムの荒々しさは消え去り、新たな固定主義の擁護者として称賛されました。ロシア人プロデューサー、セルゲイ・ディアニレフのバレエルス、舞台、ラブティック・ファンタスクのセット・と衣装のデザイナーに抜擢され、大成功を収め、その後、20件以上のバレエやオペラのデザインを創作します。そして、娘、ジヌビエブが生まれ、 画商、ダニエル・ヘンリー・カーン・ワイラーや、ポール・業務と契約を結び、ロンドン、ベルリン、ニューヨークなど、世界中で展示され、ドランのキャリアは開花しました。28年、48歳の時、米国、ピッツバーグのカーネギー美術館主催の芸術賞、カーネギー賞を受賞すると、評判はさらに高まり、作品の価格は急上昇しました。豊かになったドランは、 高級スポーツカーブガッティに乗り、パリ郊外のシャイアンディエールに別荘を持ち、女性関係も派手になります。まさに、競争の20年代と呼ばれ、社会文化芸術が活発だった時代の恩恵を享受したのです。この頃、かつての芸術家仲間とは交流せず、上流社交界で活躍するようになっていました。第6章、名誉、再び清掃。30年代までに、ドランは、 公然と近代美術を非難し、古典の伝統に立ち戻る立場を取りました。この頃、色使いは、茶色の色と明暗法によって特徴づけられ、生物画と女性のヌードは、ギュスターブ・クールでの作品。風景画は、バルビゾン派や、カミー・ユコロウを想起させるものでした。画家、ジャック・エミール・ブラン氏は、31年出版のエッセイ集、ブランに賛成か反対かの中で、 トランの新たな作風を機械的な芸術として非難しています。一方、支持する批評家からは、現代と古典を折衷させ、写実的な伝統を重んじる古典絵画の代表者として、存命するフランスの最も偉大な画家と称賛されました。前衛芸術から遠ざかっていましたが、35年には、現代美術が中心のスイス、ベルン美術館では、開古典が開催され、 37年には独立美術家展に出品しています。その頃、隣国ドイツでは、ナジス政権による芸術統制が行われ、近代美術や前衛芸術は、堕落した大敗芸術として禁止され、美術館から排除されました。38年、ドランは、ピカソ、ジョルジュ・ブラックラとともに、大敗芸術展の表紙になった、中小芸術家のドイツ人、 夫をフロイントリヒを弁護するため、反ナチス委員会に参加し、抗議の声を上げます。しかし、41年、ドイツによるフランス侵攻を国内に留まったドランは、シャンブールスイの自宅を没収され、窮地に陥りますが、パリに残り、制作を継続します。ナチス海来のビシー政権から、美術学校の責任者になる提案や、作品展示を拒否し、 抵抗の意を示しますが、フランス人捕虜の釈放と、自宅を取り戻すという約束と引き換えに、ドイツへの公式訪問の招待を受け入れました。この旅行は、ナチスのプロパガンダに利用され、その後、大きな批判を受け、暗い影を落とします。第7章、戦後、そして晩年、44年、パリ解放後の10月、ピカソが議長を務める、即席の裁判官グループが開かれ、 ドランは41年のドイツ旅行の際にかけられたナチス協力の容疑を晴らしましたが裏切り者の落印を押されたままでした。46年、公権力により設置された全国画家で参加彫刻か彫金か上海委員会はドランに対し1年間作品展示と販売を禁止する決定を下しますがドランはこれを受け入れませんでした。残念ながら ドランの名声は回復することはなく、シャンブルスイの自宅で仕事を続けました。しかし、44歳差の画家彫刻家、ニコール・アルガンとの間に生まれた隠し子の存在が発覚します。以前にも、モデルのレイモンド・ドクナーブリッヒとの間に隠し子が生まれており、妻アリスはついに別居を決意し、ドランは銀行口座を差し押さえられました。47年以降、ドランは、 ニコールのサポートを受けて暮らしますが、目の病気をあつらい、治療中の54年、交通事故に遭い、亡くなりました。去年74歳でした。最終章遺産、功績、ドランが取り組んだ様々なスタイルは、20世紀初頭、重要な芸術ムーブメントの多くに影響を与えました。特に、コービスムとキュビスムの発展への貢献は注目されるべきです。しかし、 コービスムは愛国の象徴的な存在になったマチスの影でドランの功績はほとんど無視されました。詩人ギオーム・アポリネールはキュディスムの誕生はピカソとドランの親密さのおかげであると語り、批評家、ジョン・オールディングはドランがセザンヌと黒人芸術を融合させた最初の画家と述べています。ジョルジョ・デ・キリコ、マルセル・グシャン、アルベルト・ジャコメッティなど 同時代の芸術家たちも惜しみなくドランを称賛しています。ドランは二度の兵役につき、約10年間、国家に貢献しながらも、ナチスに利用され、名誉をけなされた点では、時代の犠牲者であり、歴史的評価が低いことは残念なことです。晩年、ドランが過ごした家は、シャンブールシー氏に購入され、功績を称える記念館、アンドレ・ドランの家として、 一般公開されていますドラン作品は世界中の美術館に収蔵され常設展やフォービスムの企画展などで鑑賞することができます。以上がフランス人画家アンドレ・ドランの生涯でした。「アートを朗読」ではアートに関するテーマをゆるーくさらりと解説しています。今回の内容が良かったら「ライクボタン」「チャンネル登録」をお願いします。またお会いしましょう。